三村二郎左衛門金常三村金常元六十五年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七市の一人、通称は二郎左衛門、漢文七年、誕生。針間後半に仕え、役職は台所役人で、寺坂信之を除けば四十七市の中では最も身分が低かった。元六十四年三月十四日に、江戸城で、主君、 朝野長典が、吉良義仲に人情に及び、阿公藩は改役された。阿公城が開城された後も阿公にあったが、この間、金爪は浪人した阿公藩士たちの診断などの世話をしたことが、元六十四年五月二十日の中村正時の書簡にあり、大石義雄からも感謝状を受けたという。元六十五年一月に山品へを赴いて、義雄に、 新聞決判書を提出した。10月に、大石と共に、江戸へ下校し、日本橋国庁三丁目の小山や野兵方に、大石らと共に同宿した。身分が低いこともあって、基本的に同士たちの間の連絡役に使われていた、ようだ。平邸打ち入りの際には、裏門隊に所属し、杉の継房ふと共に裏門を傷槌で破る役割を、になった。その後、 三河国岡崎藩主、水野忠之の中,の中屋敷に預けられ、元禄十五年二月四日、水野家家臣、田口安左衛門の解釈で切腹した。去年三十七、主君長典と同じ戦学時に葬られた。法名は、破産後、鶴義神寺。ありがとうございます。